はい、どうも、哲学徒です。今回もディアブロイモータルやりながら、雑談の方していきたいなと思います。ということでね、まあなんか最近ディアブロ4が、まあシーズン6に入って、で、なおかつ、ゾウの器の方もね、来てるんで、まあ連日、まあほぼ、ディアブロ4に、時間を費やしているという感じではあるんですけど、まあね、いろんな、まあご意見というかね、まあそういうのもいただきながらね、プレイしてるんですけど、そうですね。まあやっぱ今回、その新しいクラスのスピリットボーンとか、まあ来ててね。まあそっち、やっぱり、やってる人も結構多いのかなとは思うんですけど、まあ他のクラスは他のクラスでまた結構違うね、要素もあったりとかするんで、なんだろうな。私はまあ一応新しいクラスからね、やってはいるけど、全然他のクラスでやるのもいいと思うし、割と私のフレンドさんの中でも、なんかバーバリエンやってますとかさ、ネクロマンサーやってますとかね、それは全然ありますので、だから、まあ好きなクラスでやっていくのが一番ですよ。ただ、なんだろうな、スピリットボーンに関しては、やっぱり結構使ってみた印象として、なんだろうな、基本的に、まあ今回4つの精霊を主軸にして、まあ他のね、なんていうのかな、まあビルドをいろいろと試していけるっていう感じなので、やっぱ新クラス追加って嬉しいですよね。まあ、割と最初考えてたのは、まあ、ちょっと結構ドルイドにね、まあ、精霊システムとかは似てるところがあるんで、なんか、ね、ちょっとそっちとの被りがどうなのかなとか、まあ、そういうとこも心配してはいたんですが、まあ、初めて見た感じとしては、まあ、とにかく、まあ、移動速度とか、まあ、俊敏性を上げていくイーグルのスキルっていうのが割と使いやすかったんで、まあ、イーグル主体で私はレベル上げをしてしまったんですけども、なんていうのかな、攻撃力を、爆上げしていく、まあ、ジャガーとかでもいいと思うし、あと、まあ、反射ダメージとかね、まあ、タンク的な役割を中心にしていく、まあ、ゴリラの、職っていうのかな。まあ、反射ダメージで敵を倒していくようなビルドも組めるようになっていて。で、最後、ムカデなんですけど、ムカデに関しては、まあ、なんていうか、見た目が嫌だから使わないっていう方もね、いらっしゃいますけど、結構ですね、なんだろうな、やっぱり毒スキル、まあ、トットダメージの、ビルドって、まあ、私もそうだな、ドルイドとかで割と、ご紹介してたものが多いかなと思うんですけど、まあ、毒ドットダメージビルドっていうのも面白いかなと思っていて、そうで、まあ、結構ですね、シーズン6に入って、まあ、なんていうか、シーズン6なんか微妙に楽しめてね、みたいなさ、コメントの中にはさ、まあ、そもそもその火力帯がすごく下がっちゃって、今まで、出せてたダメージが出せなくて、残念みたいな感じのことを、もうね、聞いてはいるんですけど、まあ、そもそもなんだろうな、今回ってか、ディアブロ4の場合はかなりリバランスの部分がすごく大きいので、まあ、今まで、その、アイテムパワー925まで、まあ、上昇させて、まあ、ダメージもどっちかっていうとさ、まあ、ただひたすらインフレ傾向にあったっていう感じなので、もう全く今までとは違うゲーム性を、目指して、多分シーズン6はね、スタートしていますので、ああ基本こう、今まで出てたダメージというよりは、まあ、最終的な形としてね、どれぐらいダメージが出るの、どれぐらい敵が、楽に倒せるのかとかさ、まあ、高難易度の、マップに挑戦してて、戦ってる感じが楽しいかどうかとかさ、まあ、そういうとこは結構私は大事なんで、体感的な部分ね、まあ、もちろんそのダメージの数値そのものが下がっていることにすごくショックを受けるっていう気持ちはわからないではないんだけど、まあでもハクスラーって大体完成形に至るまでに何回かそういうリバランス、まあ、ゲームの中にそのもののさ、バランス調整っていうのを行うことがほとんどなんで、まあ、3も最初の頃と全然もうダメージの計算方式も違うし、違うんですよ。だから、その時その時に別個の別ゲーとして楽しんでいけるっていうところが多分、ハクスラの良さだと思うんで、まあ、そういうものとして捉えてもらうのがいいかなと思います。やっぱりね、火力絶対主義になると昔語りの人になっちゃうんだよ。なんていうの？
あの頃は何億ダメージこれで出せてよかったみたいなことをさ、なんかそれいつの環境ですかみたいなさ感じで周り思いながら、うん、話を聞いてるみたいな感じになっちゃうから、うん、まあ昔語りおじさんほどつまらないものはないからさ、うん、まあ大事なのは今の環境で何が楽しめるかってことだと思いますので、だからまあほとんど意味ないのよ、今何万ダメージ何億ダメージ出せてるかとか、まあ、そういうのもちろんそのビルドを組む楽しみの中としてね、まあ、大事にする部分っていうのはあると思うんだけど、うん、なんかなやっぱり投稿者目線でもやっぱりみんなにさ客観的にこのビルドがどう強いかっていうのを説明する一つのやり方として DPS っていうものをさ、まあ、具体的に出していくっていうところがあるんだけど、ただやっぱそれだけじゃないからなとは思っていて、うん、まあだから今回いろいろとさ、スピリットボーンに関しても各スキルそれぞれ、まあ、使い勝手の良さとかそういうところも含めてね今回、まあ、一つ一つ私もね学び直してるっていうかさ、試していってるっていう段階なんで、うん、だからなんだろうな、多分最適解的なものを提示しようと思って、まあ、まあ特にレベル上げ用のビルドなんかに関しては、まあかなり私も、なんていうのかな、他の人が、テンプレ的な感じでさ、使ってるものとは違うものを提案していきたいっていうのがやっぱあるので、なんかな、そう。みんなまだまだね、多分なんだけど、最適解っていうところまでまだ詰め切れてないかなっていうのは、まあ、正直な印象としてあって、うん、私自身もやっぱりやっていく中で、うん、まあもうちょっとこっち側でもいいのかなーなんていうさ、組み合わせが割とあったりとかするんで、うん、と、あとやっぱりあれですよね、今回やっぱりストーリーが結構重厚にありますので、なんだかんだで、まあ私、配信でだいたい今13時間ぐらいかな、まあ、プレイした感じになるんですけど、まあ、その中でも割と、なんだろうな、新しいストーリーがあったり、新しいサイドクエストがあったりっていう感じなので、まあ、そこら辺を一通りこうコンプリートしていくのも楽しい、イベントだと思うんで、やっていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、シーズン6だけやってるとか、まあ、DLC 買ってないよっていう人に関しては、まあ、いいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そういう選択肢もあるから。なんか買わなきゃとかそういうふうには思わないけど、なんだろうな、まあそういう選択なんで。なんかな、絶対買うべきですかとか、そういうこと聞かれると、なんで絶対なんだよとか、思っちゃうタイプの人間なんで、もう、なんていう、いい年してくるとさ、子供がそういう聞き方するの分かるんだよ。なんかこれやっぱお父さん買った方がいいかなとかって聞いてくるとさ、まあ、買った方がいいよというか買ってあげるよみたいになっちゃうんだけどさ、なんかな、もういい年したらもう好きなもん買ったらええと私は思ってるから、嫌だなと思ったら買わない、うん、なんかな、質問コメントもまあそのぶっちゃけね5250円かに関してまあ結構ね未だに買うか買わないかで迷ってるっていうことね、その5000円を大事にするってことはすごく大事ですよ、うん、5000円といえどね、お金お金なんでね大事だけど、やっぱりなんかな、そのうん、いい年してきたらまあ5000円ぐらいは自分の月に使えるお金も持ってた方が幸せだろうなっていう気持ちはしちゃうんだよね、うん、だから5000円使うか使わないかで迷うっていう気持ちね、わかりますよ、もちろん、私も子供いるんでやっぱ子供のためにもお金使いたいっていうところはある、その中でやっぱりやってるっていう感じだし、なんかな、5000円でって言われるとな、どうすか、なんかディアブロチャンネル始めませんか。多分ね、その暮らすほどはお金稼げないけど月5000円で、ま、迷うようにはならないと思うよ、うん、まあある程度そのちゃんとさ、なんていうかな、みんなの役に立つようなことっていうのをさ、発信していけばおそらくお金は勝手についてきますので、なんだろうな、
5250円で迷っちゃうっていうのはね、気持ちわかるし、あれだけど、なんかな、そうならないようにやっぱり私とかも日々仕事頑張ってるってところもあるんでね。5000円で悩むようだったら私は仕事に集中するかな。だって嫌じゃん。ストレスフルじゃないですか。まあ人間お金のことで苦しみ、お金のことで悩むっていうのあるんだけどさ。でも本質的に悩むべきはそんな問題ではないと私は思っているんですよ。だから、なんかな、もっとこう、人間同士のつながりの問題とか、そういうことに、あなたの苦悩を扱うべきで、お金の問題は、あくまでも、ね、努力で補える部分もたくさんありますのでね。なんかな、そういうことを YouTube で言っても仕方ないのかもしれんけどさ。なんか、そうなんだよ。5250円で迷っちゃうかっていう。私もでも普段なんだろうな、ご飯食べるときとか、そういうときは、やっぱり同行してさ、無駄遣いとか、そういうことはしないよね。だけど、なんか、ディアブロに関しては自分でお金気にせずに使いたいし、まあ、使えるだけの、まあ、お金がないんだったら、まあ、じゃあ YouTube やるかとかさ、そういうこと考えてしまうよね。そう。まあ、でも、なんだろうな。そんなこと言って YouTube で稼げる人なんて、ごくわずかしかいませんよって思うかもしれないですけど、まあ、そんなことないよ。割と、ちゃんとやってれば、いけると思いますし。ただ割は良くないよ、はっきり言って。私、他のチャンネルもちろん、やってるわけなんですけど、他のチャンネルで、例えば同じ再生回数稼ごうと思った時にかかる労力って、もう10分の1、20分の1ぐらいだったりするところもあるんですよ。結局、もともとパイが少ない、いる人数が少ない、領域で勝負するよりは、全然もっと広い領域でやった方がいいんですよ。まあ、IT の知識について詳しい人だったら、IT の知識に関するチャンネルをやった方がいいだろうし。だから、なんていうのかな。まあ、YouTube で稼ぐにしても、まあ、本当にディアブロでやるっていう場合は、本当に趣味になっちゃうんで、なかなかそれで飯食ってこうっていうのは、なんか厳しいんじゃないかなと思いますね。うちのチャンネルもまあちょいちょいこう案件いただいたりとかして、まあなんていうか再生数以外の収入っていうものが入ってくるわけですけど、とは言ってもやっぱり慣らしていって、まあプレステ1台、いい月で 2台って感じだかな。プレステ5が1台買えるか2台買えるかぐらいにしかならんから、ちょっとそれで家賃、光熱費全部賄うっていうのは無理な話なんで、なので、まあ他のチャンネルで稼いでる額とか組み合わせたら全然稼げるんだけど、なんだろうね、難しいですね。貧困の問題っていうのもまあ厳しいなっていうのもあるしさ、なんかそう。ただやっぱりそう、ゲームに関してな。なんか買うか買わないかまで迷っちゃうっていう、気持ちはわからんではないけど、買った方がいいですよとしか思えん。まあ、結局これはまあ実存主義的な考え方になっちゃうけど、まあ買うことを選んだ人の目線でしか私は語れないんで、なので買わないことを選んだ人の目線で、語ることってできないんで、そこがもう従前じゃないんだよね。買わないでいい理由を買った人が、語ることってもうできなくなっちゃってるんですよ。だから、なんか、その、買わない理由探しのために聞かれる方っていうのが私、結構いるんですけど、無理なのよ、それ、論理的に。買うことを選んじゃってるからさ。なんかな、まあ、せっかくだったら買ってみたらいいと思うし、まあ、興味なかったら買わない。それが、まあ、最善だと思います。それ以上でも以下でもない。まあでも、買って正解だったかって言ったらもう正解なんだよね。楽しいし。だから、なんかな。まあ、悩んでますっていうのも聞くけど、まあ何を悩んでるのかよくわからないというか、って
感じもしちゃうんだよね、うん、だからなんか勝てないやつ人権ないとかさ、そんなことは全く思わんけど、ただなんかな、うん、なんで買えないんですかっていう、てかなんか買えない状態てか、それを買うのに迷うような状態なんだったら、私は仕事頑張ってほしいっていうのがやっぱりありますね。うん、なんかそこはもう努力で変えられる、そのなんていうの、何十万とかさ、何百万単位でかかるものだったらそうも思わないんだけどさ、5000円のものが買うか買わないかで迷うっていう次元の話だったら、まあ変な話、一日さ、まあゲームに費やしてる一日を、まあ一日派遣のアルバイトとか、まあそういうものに費やして、やれば十分にペイする部分の額なんでね、5000円とかだったら1日アルバイト行ったりポスティングするだけで稼げる額なんで、うん、まあ、そういう意味で言ってますよ、うん、だから5000円っていう額に関しては、うん、私だったらもし稼げないんだったら、うん、短期アルバイト、うん、ポスティング、あとまあ Uber Eats とかでもいいと思うけど、そういうのをやって稼ぐかな、もしそういう状況ならね。なんかそうあんまり暗い話題しても仕方ないとは思うんだけどさ、うん、まあ、5250円のね DLC 代が払えないっていう人に関して私がアドバイスできるとしたら、まあ、Uber Eats やるとかさ、ウーバーイーツが簡単っていう意味で、なんかこういう話するとさ、なんかすぐに、なんかバカにしてんですかとかさ、そういう話になっちゃう人いるんだけど、そうじゃないから、そういう意味じゃないからね。ウーバーイーツとかそういうところっていうのは、今仕事を他に持ってたとしても、まあやる手段としてあるっていう意味でね、まあ、考えられる方法っていうのを一つ一つ考えた上でさ、選びうるかなと思う選択肢として考えてるんで、うん、なんかな。なんか怖いね最近そういう。ああ言われたらこういう言い返せばいいみたいにさ考えてる人いるけど、リアルな話としてやっぱりじゃあ5000円ないからどうするかってことを考えるのは工夫の世界の話なんですよ。だからそうまあだからビルドを含めてさ、なんか自分じゃ何も考えられませんっていう方もまあいらっしゃいますけど、なんかな、まあ人間知恵と工夫まあ昨日ちょうどなんかさ雑談会で扱ってたファブルっていう、アニメの中でもさ、知恵と工夫で、生き残るみたいなさ、ことを、まあ主人公たち、まあその一流の殺し屋のボスがさ、子供の頃から、そのヒットマンになるさ主人公に教え込んだりとかするシーンがあるわけなんだけど、うん、でもやっぱ知恵と工夫なんですよ、うん、だから何かができないっていう不能感っていうのは工夫する余地でもあったりとかするんで、うん、なので5000円がないじゃあどうするかっていう時にさ、うん、自分が取り得る手段っていうのをしっかりと考えてみるってことは絶対に必要になってくるんで、うん、まあなんていうかたかがゲーム代なんでね、ただ人生の中ではそういうお金に困るってことも絶対あるんで、まあ、その時にどういう手段を持ってるか、うん、ねえなんか変だし CM とかであるさ、なんかねえ免許証を入れるだけで50万出てきたぜみたいなさ、そういう手段を取るのはまあちょっと、うん、よろしくないと私は思いますね。50万返せますかって話になるからね。次にね。だから、なんかな、知恵と工夫で乗り切ってほしいなと思ってますけど、まあ、知恵と工夫で工夫やるのが厳しい人だから、まあ動画見に来てるっていうところもあるのかもしれんけどね。ただ、やっぱり、なんか、そう。このジレンマってやっぱ常に付きまとる問題なんですよね。やっぱ情報を発信する側って工夫してなんぼ、まあ自分で考えてなんぼっていう感じでやってはいるんですよ。だから、なんていうのかな。
もちろん自分で、まあ、今流行ってるビルドとかそういうものに関しても、まあ、ストイックに、まあ、他の人の意見とかそういうのも、受け入れる、ようにしてるし、でなおかつなんていうのかな、自分での工夫も、していくっていう感じだから、うん、なんていうのかな、そう、まあ、YouTube で解説するっていうのも一つのあれだからね、脳トレの一つみたいなところもあるから、お前脳トレのためにこのチャンネルやってんのかって言われたらちょっと変な感じもするかもしれないけど、ただ、うん、まあ、5000円がないっていう現状ね、うん、に関して私はなんか、まあ、深く突っ込んで、なんかそこはあんまり深く突っ込むなよって思われるかもしれないけど、もしそうだとしたら、まあなんとかして5000円を作るっていう方法を、まあ考えてみるっていうのもでもいいし、まあ忘れる、そんなものは存在しなかったんだと思うのも一つの手だと思うんだよね。だから、まあ難しいよね。まあでもすごく今シーズン、うん、始まってみて、まあ、楽しいなという印象なので、うん、まあ、過去とバランスが違ってどうこう云々かんぬんに関しては、まあリバランスってそういうもんだからとしか言いようがない。まあだからそのゲームって基本的な戦闘のスタイルとか、まあ、ダンジョンの構造とかもそうなんだけどさ、まあ、そういう部分って割とまあその開発したベースっていうものに引っ張られるんだけどさ、そうじゃない部分に関してはかなり大幅に入れ替えが入っていくものなんで、まあイモータルに関しても最初のなんていうかな、ダンジョンの基本的な作りだったりとか戦闘のシステムだったりってところはさ、まあ結構大元の部分を引き継いではいるんだけど、ただもうアイテムのバランスとか、まあまさにレジェの効果とかさ、そういうものはもう全く効果が違うからね。だから結構工夫次第で、まあ、いろんな新しいビルドを組んだりすることもできるようになってるんで、うん、まあ、そこが楽しいところよね。知恵と工夫でなんとかなるというか、なんとかせざるを得ない。まあでも多分ね、そうおっしゃってる方も元々はなんていうか自分で頭を使ってさ、人生切り開いてきたこともある経験のある方だと思うんで、なんかな、でもどうしてもお金がなくてさ何か買えなかった悔しさとか、まあそういうのも糧にもなるしね。私もまあベンツが買えない寂しさとかポルシェが買えない寂しさとか、まあ、そういうのはあるのかなあるかもしれません。あんまりだからあれなんだよね、うん、物欲はないけど最低限欲しいもの、はやっぱりね、うん、手に入れるための準備っていうのをしっかりしていきたいっていう人間なんで、まあゲームぐらいはまあ哲学とチャンネルでもまあ別にうん、っていうかなんかゲームのチャンネルがゲームにお金を惜しむようになったらおしまいじゃないだからそう基本買いますよ、うん、そうなんかな、配信してるとほらスピリットボーンのさアルティメイトエディションのコスメティックつけながら知ってんのはなんかそれ自慢ですかとかさいうなんか気違いなことも言われたりするんだけど、なんだろうな、いやまあ自慢よ、自慢っていうかアルティメイトエディションでついてくるものがありますと、でそれを、まあつけて なんていうかノーマルで走る意味なくない、うーんだってねえそのためにアルティメットエディション買ってんだから。だってある意味でそういう、なんていうの？皆さんに何かをお見せするときのバリエーションというものをつけるっていうのもコスメティックを増やすことの一つの、メリットになってくるわけじゃん？配信者的にすれば。だから、まあこれいいなと思ったらつけてみてさ、まあ動画撮るときとかにそれ着てみるってこともやるだろうし。だけど別に無駄遣いしてると全く思ってないよ、私。
あ、これつけながら動画撮ったらなんかちょっとかっこよく映るかな、見栄え良くなるかなってことも当然ながら、まあ、こんな直撮りチャンネルではありますけど考えてんのよ。だからまあスピリットボーンのあの例えばさ、あのジャガーの見た目のものとかが欲しいなって思ってるから、当然ながら予約パッケージの中にジャガーのコスメティックが入ってるから買ってるんで、だからなんかそうそうそう、自慢してるとか見せびらかしてるっていうか、見せびらかしてるよそりゃどこでつけんねんって話よ。だからもしそれで裸の状態でさ、コスメティック買ってんのにつけないでやってる人いたらちょっと変な人でしょ。だからリアルで考えてみてほしいんだけど、コスメは着ないと意味ないんでね、つけられるものはなんかつけていきたいと思うけど、まあそれで不快に感じる人もいるんだなと思って、まあ気にしなくていいのかなって感じするけどなあ、ディアブロ村ってまあ変な魔物がさ、いろいろと住み着いてるところではあるから、まあ仕方ないと思ってんだけど、まあでもあれなのかな、あのまあこれは一般的なさ、社会論として言われていることではあるけど、まあゲームを趣味にする人の中にはかなりそういう人生満足度が低くてゲームに依存しちゃってる人とか、まあそういう層もやっぱりちょっと悲しいかな、やっぱ含まれてるという事実はやっぱりね、配信やる人間はやっぱり覚えておかなきゃいけないところなのかもしれないですけどね。だからまあむちゃくちゃさ超優秀で社会でも成功してる人が、まあ、ゲーマーである確率って、まあ、かなり低くなってくる部分はあるので、まあこれ別に偏見じゃないよ、みんなが成功してないとかそういうことを言いたいわけではないんだけど、まあそういう人も含まれている確率が高くなってくるっていうかさ、まあ、そこも多分伝わらないんだろうなっていう時もあるんだけどさ、が別に偏見じゃなくて、まあリアルにそういう現状っていうのはあるのかなという気もしますよね。なんかな、まあでもみんな幸せになってほしいと思ってる、私ハクスラを通してね。やべえ話になったけどさ、まあでも配信中とかにもし5000円の稼ぎ方とかさ、まあ、リアルに相談してくれれば何でもっていうか、人間ね、3人寄れば文殊の知恵じゃないけどさ、多分他の視聴者さんとかでもね、知恵のある人が知恵を貸してくれることもあると思います。あとまあディスコードで仕事がもらえるかどうかわからんけど、割とまあなんていうのかな、自営業でさ、いろんなちょっとした仕事を外注したい人とかもいたりするから、まあそういうところで仕事探してみるっていうのもありかな。確約はできんけど、個性の稼ぎ方についてちょっと語っちゃいましたけどなんかなぁ、まあでもね、5000円に迷う理由が、誰かのために5000円がないことに迷ってるんであれば、なんていうか、いいことだと思うんだよね。5000円使いたいけど子供にやっぱお金がかかるからやめようっていうのも、いいお父さんの選択だと思うからね。まあでもな、お小遣い5000円ぐらいはまあ使える状態を維持するために、な、私だったらなんか他の稼ぐ手段、まあ YouTube でもいいしさ、を見つけるっていう方向を取るかなっていう感じですかね。はい、ということで、まあ今回はこの辺で終わりにしようかなと思います。はい、じゃあどうも、今回も動画見てくださってありがとうございました。哲学とでした。